本日はですね、自分で治そう、うつ病パニック症のね、第3回ということになりますね。今日は子どものうつ病パニック症というテーマで話したいと思います。90歳の父親が中日新聞撮ってるんですけども、ちらっと見たら今日の中日新聞にね、その少子化なのに、過去最大数のその不登校の子どもたちが、出ているということなんですね。で、こういうニュースは別に中日だけじゃなくて、他のメディアにも出てますし、もうこのですね、何年かの間ね、この不登校の問題ですね、はどんどん深刻になっているわけですね。なんて言いますかね、これは子供を持つ親さんにとってはね、非常な悩みの種と言いますかね、深刻な問題であるとは思うんですけども、私はね、子供を持ったことがありませんが、しかし客観的にね、この社会現象を見て、私なりの見解をね、少し話させてください。それで、まずですね、その子供がですね、学校行きたくないと。学校行くとお腹が痛くなる、頭痛くなるね、苦しいとかね、なんか言い出してですね、だんだん行かなくなっちゃって、とうとう行けなくなっちゃったという場合ですね。そういう場合、どう考えるかということなんですけども、私は自分がね、25年間もうつ病苦しんでおる中で、その大人でもうつ病になるんですけど、子供でもなるっていう、そういう実態がやっぱりあると思うんですね。で、うつ病っていうのはそもそも何かっていう話なんですけども、私の考えでは、この心身がね、極度に疲労している状態で、その回復がですね、難しくなっている状況ですね。人間っていうのは疲れてもね、2、3日眠ったりとか、嫌なことがあってもね、なんかストレス発散すれば、大体立ち直ってくるものなんですけど、それがあまりにひどいものですね。立ち直りができないぐらい、強いストレスや、なんて言いますかね、耐え難い出来事があまりに長く続いた場合ですね、本当にこの心身が消耗しきってしまう場合があるんですね。で、私が勉強しますね、東洋医学の大沼史郎先生はね、そういった病気の人たちの血液を検査しますと、もう赤血球も白血球もね、ドロドロになって全く動いてないよと。特に体のメンテナンスをするね、白血球に関しては、本来、アメーバ状に動いてですね、様々なこの体毒を分解、消去していってくれる、そういう働きするんですけど、全く機能してませんと。動かないんですね、じっとした状態で。こういう状態になってしまうと、治る病気も治らないと。自己免疫力、回復力ですね。そういうものが、極端に落ちてしまう状態になるというんですね。そしてそれは、大人だけでなくって、実は子供もそういう状況になるということです。で、通常ですね、子供というのは、もともと元気なものなんですね。私たちのね、中高年は、人生の様々なね、苦痛、疲労によって、体中が痛んでおりますので、なかなか、回復が遅くなっても仕方がないんですけど、子供というのはね、まだ生まれてしばらく経ってますから、ほぼ体に不調のない状態であることが多いんですけど、それでもやっぱりね、強度なストレスを加えられたりすると、やはりですね、心身が痛んでね、回復が非常に難しくなるというね、そういうことがあるわけですね。で、問題はそのストレスの原因ですけど、これが何なのかですね。これが分かれば、それを取り除いてあげるのが一番いいです。例えばね、学校で陰湿ないじめに遭っているとかですね、何か知らんけどトラウマになるような、ショックな出来事が起きたとか、あんまりね、これも難しい話ですけどね、家庭内でね、ご両親が喧嘩ばっかしているとかね、こういうことも子供にとっては非常なストレスになりますけども、何かこのことで子供がめちゃくちゃ悩んでいるっていう原因がはっきりして、それを取り除けるのであれば取り除いてあげてほしいですね。で、大体子供というのは元気ですから、問題さえ解決すればすぐに復活してね、
また、学校へ戻っていくと思います。そもそもが子供が学校行く理由っていうのは、なんて言いますかね、勉強が楽しくて行くっていう子供は本当少なくって、まあそこにね、友達やら何やらみんないますから、なんとなくそういうワイワイガヤガヤしているところにね、首を突っ込みたくなるというね、好奇心旺盛な存在なんですね。ですから、健康になれば家でじっとしていることは本来できないのが子供なんですけども、まあそれが、まあね、学校へ行けなくなっているということで、まあまあ疲労消耗しているわけですね。それで、まあそういう子供を無理やり引きずってですね、学校へ連れてってもいいことは何もありません。学校以外でもね、子供が塾へ行くのを嫌がったりね、何か習い事を行くのを嫌がったりしてですね、まあそれを無理やり引きずって連れていくというね、そういうスパルタ教育をやっておられる親さんもおられると思うんですけど、やはり人間っていうのはね、意志、意欲によって動くんですね。ですから、まあ、たとえね、5歳であろうが、10歳であろうが、その人間の持つ自由意志というものがありますから、親さんがね、いくらね、あんたはピアノをね、名人にならなきゃいけないんだよと、それで身を立てていくんだって、親がいくら思ったとしても、子供はね、いや、僕は農家になりたいんですよと、ね、いや、昆虫採集がしたいんですとかね、子供は子供の自由意志を持ってますから、そこのところをですね、やっぱりね、誤解なさらない方がいいのではないかと。まあ、そんなふうに私は思ってますね。で、まあ、とりあえず、子供がね、学校へちょっともうダメです、行きませんと、お腹痛いです、どうしようもなりませんとかって言い出したら、まずは休ませてあげてくださいね。で、今度休ませますと、親としてはですね、勉強についていけなくなるんじゃないかと、ね、受験はどうなるんだと、成績が悪かったら、進学できないだろう、就職は大丈夫なのか、将来生きていけるのかとか、いろんな不安が出てくるわけですね。それで、まあ例えば、どうしますかね、中学校に入ったんだけど、まあ、学校行かなくなっちゃったというね、そうなった場合ですね、どうしたらいいかちょっと考えてみましょう。中学校の先には、まあ、高校進学とかね、その先には、まあ、人によりけりですけども、大学進学とかね、そういうことも考えられますね。そうなれば、やはりね、勉強してないとどうなるのかというね、不安は、まあ、ついて回ると思いますね。ちなみにですね、まあ、私も、まあ、学生時代はね、それなりに受験勉強してね、まあ、一応大学まで卒業はしたんですけど、まあ、現在ね、うつ病になりまして、まあ、そうですね、ちょっとした農業と、まあ、バイト的なね、インターネット販売ぐらいで、まあ、生計を立てているんですけど、まあ、恥ずかしながらね、まあ、大学で取った資格とかね、学問についてはですね、まあ、ほぼ関係ない状態、まあ、笑っていてはいけないんですけど、まあ、猛勉強は一体何だったのかっていうぐらい、はっきり言って、まあ、役に立ってません。はい。健康であることの方が、学力よりよほど、重要ですね。ですから、まあ、一生懸命受験勉強したんですけど、まあ、全部無駄とは言いませんよ。海外にね、私、カメラの販売とかしてるんですけど、まあ、多少英語が喋れたりね、読めるとかね、まあ、まあ、なんて言いますか、規約や法律が理解できるとか、そういう意味では、まあ、学問は、役には立ちます。だけども、まあね、あんだけその受験勉強ね、やって偏差値がどうとかなんとかってね、あれはどうなのかなっていうのが、まあ、皆さんね、ある程度の年齢であればね、あんなものはあれだよと、学歴をね、ある程度つけて、まあ自分にね、まあラベルを貼ったと言いますかね、うん、俺は大卒なんだとかね、俺は有名大学卒なんだとかね、俺はまあその上場企業のね、社員なんだとかね、それ自分にね、高級ラベルを貼るためにまあ、やった出来事であって、まあ実質はまあそう、意味のないことだったんではないかと思いますよ。その意味なく暗記してね、点数を上げるという学問は私は好きではないですけど、ただ本当にね、物事の真実を極め追求しようというね、興味関心を持って自分なりに考えて掘り下げていく学問であれば、それは有意義です。そういう学問の場合、どこどこ大学卒とかそんなね、なんとか資格は持っているとか関係なしに、意味がある本当の勉強なんですね。ですから、なんていうかな、受験をどうするんだとかいう話
話は、確かにね、この、ある意味僕はそれは昭和のね、なんて言いますか、終身雇用社会が、機能していた時代までは、受験の勝者が、ある意味社会の勝者になった可能性もあったと思うんですけど、今、この混乱した世の中でね、果たして大卒の学歴がどこまで人生を保障してくれますかっていうふうに考えますと、それほどその勉強の心配もしなくていいのかなっていうのが、率直な感想ですね。それで、不登校になった場合でも、私はケースはいろいろあると思います。私が、知っているね、お子さんですね。の場合、いろいろそういう、方々、友達のね、お子さんとか、いろいろね、相談を受けたりすることがあって、いろいろ様子見させていただいたことあるんですけど、やはりね、その、重度の病気の子供と、軽症の子供がおりますね。で、重症の子供の場合っていうのはね、例えばもう食事がほとんど取らないとか、夜中ずっと起きて眠っていないとかね、もう本当にひどくなっちゃうと、私のパニック症の時にみたいにね、呼吸がうまくできなくなってくるとか、幻覚幻聴が出てくるとか、そこまでひどくなってしまってる子供さんもおられるんですね。で、こういうふう、ここまで悪くなっちゃうと、もう勉強しなさいとか、学校行かないとか、行きなさいとか、もうそういう話ではないです。生命の危険がある状態ですから、本当に治療しなければならないんですね。ただ問題なのは、例えば、13歳とか15歳とか、そのくらいの年齢の子供に、睡眠薬とか、抗うつ薬とかね、こういったですね、向精神薬というのは、どうなんだっていう話になるんですね。で、そうですね、本当に命が危ないっていう場合に関しては、もう私は救急救命という意味で、向精神薬を使ってでも睡眠をとったり、食事をとったりっていうことは、やむを得ないと思ってます。やはりその、亡くなってしまったりすることがあるんで、そういう場合はやはりね、病院へ行って、ちょっと治療を受けるということを、私はやむを得ないとしますけれども、その、問題はですね、向精神薬というのは、例えばね、うつ病の場合ですと、セロトニンが不足しているということですので、抗うつ薬の中には、セロトニンが入っておるわけですね。ただし、通常私たちが、食事やね、飲み物から取る、そういった自然界の要素の、相当量の濃縮をしておる、薬でして、ですから、効くときは効くんですけど、問題なのは、本来自然界のない濃度のものをね、常用するっていうことは、残念ながら、中毒性も高いわけですね。ですから、恥ずかしながら私も、25年間ですね、抗うつ薬を飲み続けて現在に至るということで、これを取ったらね、またこの寝たきりになってしまっても、意識もはっきりしないと、ね、そんなような状態になってしまう可能性はあるということで、結論から言いますとね、あまり若い世代に、向精神薬は、おすすめはできません。じゃあ何か方法があるのかっていうんですけど、本来、セロトニンはね、人間の腸の中で、吸収され、合成される、栄養素なんですね。で、大体ね、これは学者さんによって表現違うんですけど、人体の中にね、その合成されるセロトニンの8割から9割がだいたい腸で吸収されたものだと言われてますね。腸で吸収した時点でもうセロトニンがあると。で、今度ですね、じゃあそれが脳に、脳で、例えばね、残りの 10% は脳で合成されるとして、脳まできちっと送られるかっていう話なんですけども、だいたいこの種のね、いわゆるこの精神、の病気をやっている方っていうのはもう首や肩はカチコチです。もう緊張と疲労でもガンガンに固まってるんですね。そうしますと脳に流れる血流やリンパの量はもう大幅に減ってしまいまして、脳の中で合成するセロトニンの量も減るし、腸から送られる
セロトニンもね、血液中を通って送られるんですけど、十分届かないという状況が起こってしまうんですよ。で、大体その食事が取れないっていうことは栄養をもう吸収できないってことですから、そもそもそのね、セロトニンはおろかね、糖代謝も行われないしね、タンパク質も合成できないしってことで、もう食べていない以上ね、どんどん弱ってってしまうわけですね。睡眠が取れなければ疲労も回復しませんと。ですからもうここまで悪くなっちゃった子供さんおられたら、もう勉強しろとか、学校行けとかそういう次元ではないですから、やはりね、病院にも相談してほしいし、まあ、やむを得ずですね。やむを得ずもう、ね、3日間も眠ってないんでってなった時は睡眠薬を飲んででも眠っていただくことは必要と思いますが、あまり長くならないように、短期間で、ね、ある程度体力が回復したら、まあ、副作用の少ないね、漢方薬、生薬、そちらの方に変えていくとか、食事療法で、治療していくとか、まあ、そういったね、風に持ってっていただきたいですね。本当は、大人でも、あんまり、抗精神薬を大量に飲むとか、それを長く継続するってことは、私はお勧めしません。実際、自分自身でやった結果、回復がね、非常に、遅くなっていますので、なるべく早い時期にね、安全なもので、まあ、代わりにしていくっていうことが大事です。ですから、もともとはね、ストレスや過労でこういう病気になっているわけですので、まあ、よくあるパターンとしてはね、ちょっと調子が良くなったから仕事にまた復帰しようとかね、ちょっと、まあ、上がってきたね、体調が上がっていたんでまた学校で頑張るわとか言って、まあ、大体、真面目な方がこういう病気になりますので、真面目だからまた頑張るんですね。遅れを取り戻そうと思って、またすんごく頑張って、で、また消耗してもらって、再発するんですけど、その時は前回よりももっと悪くなってます。ね、ただでさえ傷んでいる体を酷使したわけですね。しかもそれを薬で持ち上げている状態で再発した場合、もっとひどくなるっていうのは当然で、ですから何度も再発させてますと、もうちょっとこうね、非常に難しい再起不能な状態になりますから、もしこういう症状になった場合ですね、これは大人でも子供なんですけど、子供でも一緒なんですけど、最初に治しきってしまうことが大事です。1回目で治しきることが大事です。2回、3回と再発させない方がいいです。今すぐ治すということね。で、そうすると、また、例えばね、大人の人だったら、どうやって食べていくのあんたとかね、会社が組み立てたらどうするんやって言うんですけど、まあ、いろんな社会保障の制度やそういうもありますし、まあ、社会人の方であればね、やはり診断書をちゃんと取って、そして会社に提出して、有給ですね、給料がもらえる状態できちっと休養を取るということが大事ですし、学生さんの場合は確かにね、1年間2年間学校行かなかったという期間ができるかもしれませんけれども、それは取り返しのつく問題ですから、とにかくその重度のね、症状が出てしまった場合は健康回復をまず第一に考えてください。はい、次にですね、軽症の場合ですね、この軽症の不登校とはどんな感じかと言いますと、とりあえず食事もしているし、夜中も眠っていると。ただまあ自分の部屋から出てこないと。日常生活は自分の力でやっているようだと。ただ学校行こうとすると嫌がるというね。こういうくらいですと、まだなんて言いますかね。病院で治療するというほどではないと思います。ただ何らかのストレスを感じていて学校を休んでいるわけですから、さっきも言ったようにね、いじめがないかどうかとかね、何かトラウマになるようなね、ひどい出来事があったかどうかとか、まあそういうことも一遍ね、相談をしていただきたいと。で、学校行かないけど、まあ自分でね、多少の勉強をできるのであればやりましょう。今インターネットでもね、何でも授業やってますし、この辺は親さんもね、ちょっと手伝ってあげてはどうでしょうか。まあ、親さんでね、やりづらいのであれば、まあ、ね、その親さんの知り合いとか誰でもいいんですけど、あまりね、その感情移入をしないと言いますか、こう客観的にこの現象を見れるようなね、方に手伝っていただくっていうのも一つの方法かと思いますし、今日の中日新聞のね、記事では、そういった不登校の子供たちが集まるような食堂とかカフェみたいな、感じの施設をね、やっているっていう
話もありましたね。ですからご近所に、まあそういったあのボランティア施設のようなね、学校行かないんだけど、まあね、ちょっとみんなで何かやろうかみたいな感じのことをね、やっておられるそういった福祉施設とかあると思うんで、この辺はですね、ちょっとね、役所の方にも、福祉課の方にね、そういうことやってますってことを聞かれたらいいかなと思いますね。さあ、そこで、自宅で学習していて、そのね、じゃあ、学力はどうなんだと、下がってっちゃうんじゃないのかっていう、そういう不安があるかもしれませんね。で、まずその、学力って何やっていう話になってくるんですけど、例えばね、私はこの、最近ね、まあ、陰謀論的なね、動画いくつか出してるんですけど、要はその歴史の捏造というようなテーマで話してますけど、簡単に言ってですね、その歴史の勉強、ね、歴史のテストは得意で100点ばっかっていう子供にですね、私は聞いてみたいんですけど、最初猿から人間になったって言うんだけど、どうやったら猿が人間になるのって。何年経ったら猿は人間の子供を産むのって。木の上に登っている猿が一体いつ降りてきて農耕牧畜をするの、ね、4本足で歩いている猿がどうやって直立歩行するの、骨格の作りからってそれ無理でしょってね。だから進化論って嘘なんですよ。だから学校の教科書でも嘘ばか書いてるわけだから、そんなもん無茶に覚えなくてもいいじゃないですか。だからそもそもあの学問っていうのは、学校でやってる学問はあくまで入試用の学問であって、真の学問ではないんですよ。だからあんまり僕はね、成績がどうとかこうとか、そういうことをもう悩まなくてもいいんじゃないかっていうふうに最近思うようになったんですね。そういう自分は、じゃあ学生の時どうだったかっていうと、ただね、教科書に書いてあるから覚えろってことを必死で覚えて受験に向かっていったんですけど、今から思うと、いやそれはちょっとなーっていうね、何にも考えてなかったなーっていう、反省してはるわけですね。で、ちなみにですね、じゃあ中学校をまあね、3年間休んでしまったけど、どうしようかっていうことになった場合ね、それでも一応高校へ進学した方がいいだろうと、ね、高校卒の学歴はあった方がいいだろうってことで、まあ高校受験をしようとしますね。で、入試どうなるんですかって話なんですけど、去年のね、岐阜県の公立校の入学試験ですね、半分の学校が定員割れでした。公立の学校、県立高校とか一律高校に岐阜県ではね、100校ぐらいあると思うんですけど、その半分ですが全て定員割れですね。定員を割るということですね。例えばね、どこどこ商業高校のね、経理科は定員30名ですよっていうところに5人しか受けに来へんとかね、そういうことがもうそこら中であるわけです。つまりすごい少子化になっちゃったもんで、その高校の定員が埋まらないというのが今の岐阜県の状況なんですよ。他の県はちょっとわかりませんよ。だけど少子化なわけですから、おそらくね、この、なんて言いますか、田舎の方ではね、定員割れは起きまくっていると思うんですね。それで、この定員を割った高校を受験するとどうなるかっていう話なんですけど、私もこれね、いろんな、まあ、ケースを、まあ、ちょっと自分なりにね、まあ、聞いて回ったんですけど、定員割って、受験するとね、大体合格します。で、よほどね、例えば面接試験でね、暴言を吐くとか、よほどその反社会的な行動をしない限り、合格はするんですよ。ただ問題なのは、中学校ね、全く行ってないと、今度高校の授業についていけないってことで、やっぱり途中で辞めちゃうとかね。とかまあ、中学校は近所にあったんだけど、高校は電車で1時間かかるんで、なんか毎日通うのが偉くなっちゃって辞めちゃったとか、やっぱそういうケースは多いです。だから、合格はするんですけど、なかなか入って、そのめでたくね、高校では3年間続きましたっていうケースはやっぱ少なかったですね。で、もう少し言いますと、ほんで今度、高校をね、卒業した後、大学どうなるんだって話なんですけど、大学ももう今、どこも定員割れ、ばっかでしょう。ですから、まあ、もちろん東大や京大はね、定員割れはしませんけど、そういう一部のね、難関大学、難関高校を除いては、まあ、変な言い方ですけど、どこでも入れる状態ですから、あんまりその学力っていうね、受験学力について、あまり何て言いますかね、考えることはないというふうな、まあ、現状がそうなっていると私は思います。まあ、そういうわけでね、
なんか定員を割ってる学校に入って、そこでなんかうまく卒業したとかね、うまく資格を取ったとか、通うのは面倒なんで、まあ通信制のね、学校で卒業のね、資格を取ったとか、まあそういう例もいろいろありますので、その、ね、不登校になった場合ね、将来が心配だというふうに、まあ思ってみる保護者の方に申し上げたいのは、それほど心配はないと思いますよっていうことですね。逆に言えばね、結構いい学校、名前のある学校へ入ったんだけど、なんかね、まあ、過労とかね、ストレスでやっぱり病気になってしまって、今度社会復帰不能というね、まあそういう事例もあるということですね。で、今度ですね、この社会人となって引きこもってしまった場合ですね、このケースについて考えますけども、こういう方も実はたくさんいます。私もその一人だと思いますけど、重要なのはまず治療ですね。健康を回復すればですね、人間というのはそのまあね、社会参加に関するその好奇心というのは持ってますから、自然とですね、社会出てきます。ですから10年20年お家にずっと引きこもっておられるということは、やはり病気がですね、まあ、停滞していると言いますかね、体が完全にですね、まあ、健康状態を回復していないということになりますね。そして次に、ある程度健康状態が回復してきた人に対してですけど、まあ、これは私もよくやらかしたんですが、すぐですね、復職審査を受けて、その職場へ戻ると。そしてですね、遅れを取り戻さなあかんということで、もうめちゃくちゃ頑張るわけですね。ところがまだ薬を飲みながらヨレヨレの体で出てって、またそこですごく頑張るわけですから、結局また再発してしまうと、こうなりますね。ですから社会参加っていうかね、もう一回その復帰するときには徐々にということをまあお勧めいたします。ですからその今までおったね、職場の部署にそのまま戻り、同じ量の仕事量をこなすという考え方はちょっとされない方がいいと思うし、誰よりも頑張って出世競争でまた勝ち残るんだみたいな、そういう発想は今回病気になったことを機にね、忘れていただきたいと思うわけですね。そうしますとですね、いやいやいや、そんなのは負け組だよとね、あなたみたいにはなりたくないよって言われるかもしれないんだけど、じゃあ、この社会の中でね、勝ち残って出世してですよ、多少お金持ちになったからって一体それが何だっちゅうんですか。ね。ここでまた貧乏論になるんですけど、結局この社会はね、中央銀行による金融奴隷制度社会になっているんですよ。だから一見金を持った者が勝ちみたいな風に見えるんですけど、でも金が全てというその考え方が本当に真実かどうかについては、自分自身とね、向き合って考えていただきたいと思うんですね。はい。まあ、で、結論から言いますとね、子供がうつ病になった場合、まずは休ませましょうと。次は、まあ、ストレスのね、原因を取り除き、とりあえず食事療法ですね。栄養のあるものを食べてしっかり休ませると。そこから始めてみてはいかがでしょうか。勉強のことについてはなるようになりますから、心配はいらないと私は思います。以上でございます。